いただいたご質問に回答いたします。皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。本日は視聴者様からいただきましたご質問に対する回答動画となっております。ご質問いただきました内容は、インスタ360スタジオで360度書き出しを行い、パワーディレクターで編集をしようと思ったのですが、360度動画として認識されません。どうしたらよろしいでしょうか、という内容でした。以前にも何件か同じようなご質問をいただきましたので、今回はいくつかのチェック項目に分割して、パワーディレクターで360度動画が認識されない問題を解決していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずはインスタ360スタジオでの書き出し作業からチェックをしていきます。インスタ360スタジオの詳しい使い方に関しては、以前投稿したこちらの動画をご覧いただきたいのですが、こちらには先日満開の桜を撮影しに行った時の360度動画がすでに読み込んであります。こちらを書き出していくわけですが、最初に勘違いされることが多いポイントについて解説をしておきます。それはこちらの画面上部のビューですね。ビューマークというものです。こちらをちょっとマウスを当てると、このようにリフレームというのと、こちらですね、360度ビューというふうに書いてあります。以前ご質問いただいた方でちょっと勘違いをされてしまっていた方がいましたので、これももしかしたら注意としてあるのかなと思いますので、ちょっと話をしておきます。以前ですね、ご質問いただいた方はこちらで360度ビューというのを選択しました。でもちろん360度ビューにしますと、この編集項目というのも変わってきます。リフレームだとこのキーフレームのマーク、あとディープトラックのマークが出てきますけれども、360度ビューにするとリフレームマークも、あ、キーフレームマークですね、キーフレームマークも消えてしまいますので、あ、じゃあこのまま書き出しを行えばいいんだと思って、ここのですね、書き出しマークをクリックして書き出しを行ったんですけれども、何度やっても360度になりませんよというのをいただきました。これ実はここはもうビュー画面ですので、このようになりますよ、このように見えますよという確認のためのところだと思っていただければ一番わかりやすいかなと思います。もちろんこちらでですね、リフレームの編集は行えます。こちらにすれば360度の編集、まあ編集といってもこちらのタイムシフトですね、スピード調整と、まあ、あとはこの辺のトリムですね、トリムしかできないんですけれども、360度の編集などはできるんですけれども、基本的にはここで360度ビューを選択して書き出しを行っても360度動画としては書き出しはできません。はい、ちなみにこちら360度ビューでここを視野角の切り替えを選択していただくと、このようなものが出てきます。例えばここで小惑星を確認するとこういうふうになります。でもちろんここで書き出しを行ってもこのようには出てきませんので、お間違いにならないようにしてください。ここで例えばエクスポートしてリフレーム動画として書き出したとしても、このようには出てきません。これをするにはやはりリフレームの方でですね、こちらの方でキーフレームを打った上で、例えばここにキーフレームを打って、で小惑星にしてあげる、これですね。こういうふうにすれば普通にリフレーム動画として書き出しは行えるんですけれども、ここの360度ビューでこのようにしたからといってこのまま書き出してもこの状態では出てきませんので、これは注意しておいてください。はい、これですね。はい、それともう一つなんですけれども、これが一番大事ですね。こちらのチェック1として覚えておいていただきたいのが、じゃあ360度動画として書き出すにはどうしたらいいのかと
というところなんですけれども、先ほどから何回か使ってますけれども、エクスポートするには、この画面右下のこちらの黄色いマークをクリックします。はい。そうしますと、動画エクスポート設定というふうに出てくるんですけれども、これ、一番最初ですね、デフォルトではリフレーム動画が選択されているんですね。なので、このままリフレーム動画としてエクスポートしてしまいますと、普通の、まあ 2D の動画ですね、360度動画ではない、普通の動画としてエクスポートされてしまいます。書き出しされてしまいます。なので、必ず360度を選択してくださいということですね。これ360度動画として書き出しを行えば、360度動画としてもちろん書き出されます。ここですね。チェックの1項目目は、ここ。動画エクスポート設定で必ず360度を選択してくださいというところです。これだけです。はい。なので、まあ今ちょっとお話まとめますと、ここで必ず動画エクスポート設定で360度を選択すると。あとは注意点として、このビューを変えただけでは360度動画としては、この360度ビューで書き出しを行っても360度動画としては、これだけではエクスポートできませんよ。このまま書き出してしまうと、リフレーム動画として書き出しがされてしまいますよというところはご注意ください。はい。なので、チェック1は必ず360度動画を選択するというところですね。そこからエクスポートを行うといったところです。はい。はい。そうしましたら、360度動画ですね。インスタ360スタジオから書き出しを行いましたので、ちょっとこちらで、今度はパワーディレクターの方の画面を見ていただきたいと思います。こちらパワーディレクターには、今2つの動画を、こちらの方にですね、読み込みをさせてあります。1つは360度動画、1つはリフレーム動画。ちょっと違いを見ていただきたいと思います。はい、こんな感じですね。360度動画であれば、このように方向を、視点を変えることができます。もちろんこれが普通のですね、このような360度フラット動画として見ることもできます。こんな感じですね。じゃあ、リフレーム動画はどうなのかと言いますと、はい、リフレーム動画はこのように。今度はリフレーム動画なので、視点の変更はできません。もう編集されたままですね。インスタ360スタジオで編集をしたままが、そのままこちらに表示されるというものになっております。はい。2つの違い、お分かりいただけたでしょうか。はい。じゃあ、そうしましたら、肝心のチェック項目なんですけれども、チェック項目はですね、まず1つ目、ここですね。もうここに動画を読み込ませた時点で360度動画に関してはちょっと小さくて見にくいかもしれないんですけれども、この動画の右上の方に360というふうに表示がされております。これが360度動画ですよというサインになります。一方こちらですね、リフレーム動画なんですけれども、これは普通の動画として認識されておりますので、このように360というのが右上の方にはありませんよね。こういうふうになっております。なので、パワーディレクターで360度動画が認識されているかいないかというのは、こちらでまずはわかると思います。360度動画ですね。こちらがきちっと表示されていれば360度として、パワーディレクターでは認識してますよというサインになります。こんな感じですね。このままタイムラインに入れます。はい。そうしますと、これ出るときと出ないときがあるので、まあ、出ないときでも大丈夫だと思うんですけれども、このように一番最初に入れますと、タイムラインに入れると、360度ビデオとして編集するのか、それとも 2D というのは、まあ、リフレーム動画ですね。リフレーム動画として編集するのかというふうに聞かれますので、まあ、今回は360度動画というふうにしたいので、360度をクリックします。
そうするとパワーディレクターの方はもう360度として認識しますので、このような状態になります。はい。そしてですね、このパワーディレクターの方で、まあ、チェックというまではいかないんですけども、一応チェック2としてですね、こちらビュー画面の方でこちらをちょっと見ていただきたいんですけれども、こちらの右下、今360度となっております。これをクリックしますと16対9とかアスペクト比ですね、アスペクト比が出てきます。なので、まあ、こちらは360を選択していただきたいと思います。360を選択しますと、こちら今度はこのスピーカーの映像の横にですね、このように360というマークが出てきますので、ここを押すとこんな感じ、こちらはですね、 YouTube なんかでもおなじみのこう視点を変えられる画面なんですけども、このように変えることもできますし、もう一回ここをクリックするとこのように360度のフラット動画として見ることができますといったところですね。ちなみにこれ16対9にしてしまうと、ここの360というマークが消えてしまいますので、まあ、この状態でしか見れないといったところになりますので、ここももし360度になってなければ360にしてあげてください。360を選択するようにしてください。そうするとここに360度というのがマークが出てきますので、このどちらでも編集が行えるようになりますといったところですね。もしですね、これ360度で間違いなく書き出しを行ったのに360度で認識されないという場合はですね、もしかしたらこのパワーディレクター、もしくはインスタ360スタジオ、どちらかのですね、ソフトで、そのソフト上の不具合があったりする可能性もありますので、まあ、その場合はですね、どちらか一方、もしくはどちらも両方ともですね、一度こう削除していただいて、まあ、再インストールみたいな形でですね、何か不具合を起こしているところをですね、直さないといけないのかなと言ったところだと思います。はい。なのでパワーディレクターの場合はですね、まあ、実質やっぱパワーディレクターも一つですね、こちら360というふうにここのところで出ているか出てないか、表示されているかされてないかというのがまずチェックできる一つの項目ですね。あとは付け足しなんですけれども、ここにですね、ここでもちょっと確認できますよと、この表示ですね、表示で確認できますよというところになるかと思います。はい。それではですね、本日のまとめなんですけれども、まずインスタ360スタジオではこのエクスポート画面ですね、エクスポート設定画面で必ず360度を選んでエクスポートをするといったところですね。この一つだけですね。まあ、ちなみになんですけれども、こちらビューの方を変えてもエクスポートには基本的には影響しないですよというのも覚えておいてください。はい、こんな感じですね。はい。続いてパワーディレクターなんですけれども、パワーディレクターの方はこちらですね、こちらの画面で動画の右上の方に360というふうに書いてあるか書いてないかというのを確認してくださいと言ったところですね。これがチェックの2番目というところです。はい。ちなみにこちらでも、まあ、確認することはこのですね、360度にして、まあ、ここを押すことで、こうやって360度であればこのような状態になりますので、360度か360度じゃないのかっていうのも確認することができますよと言ったところになるかと思います。はい。本日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。おそらく今回の動画のチェック項目を確認していただければ、パワーディレクターで360度動画が認識されない問題は解決することができると思います。今回の動画のようにご質問などをコメントでいただきましたら、返信またはこのような回答動画として
必ずお答えをさせていただいております。もちろん私自身はカメラ素人ですので、あまり専門的な内容に関しては正直に分かりませんとお答えすることもあるかもしれませんが、私自身が分かることに関してはできるだけ詳しく、かつできるだけ分かりやすくお答えをするように心がけておりますので、ぜひお気軽にコメントいただけましたら非常に嬉しいです。よろしければ今回の動画の評価とチャンネル登録もお願いいたします。皆様からいただくコメントやチャンネル登録は私の動画投稿の最大の励みになりますので、ぜひお願いいたします。それではまた次の動画まで、失礼いたします。